こんにちは、速稼塾の方です。なんかスポーツベッティングっていうの動きがあるらしいんですよね。スポーツベッティングって何かというと、まあ、いわゆるスポーツにねお金をかけてそこで賭博をすることによってリザヤを抜いていこうかなっていうのが、まあ、その発想なんですよね。主には J リーグサッカーですよね。それから野球、この2つの市場規模を、まあ、ギャンブルも可能にするということで合法化して、まあ、競輪とか競馬とかね協定とかああいったものに類するものと、まあ、扱っていくのかなってことでございます。まあ、これに関しては私の見える範囲であれなんですけども、野球賭博って私は参加したことはないんですけども、野球賭博は結構ね巷にあふれているんですよね。まあ、そういうところから当然課税ってのはできませんし、うん、いろんなトラブルがあるにしても基本的には多くの方はその自分の範囲の中でその賭博をね100円、200円、1000円、1万円と楽しんでいると思いますんで、まあ、それが全部ね犯罪に向かうとかなんか良くない収入源になるとかっていう風な切り方はちょっと乱暴かなと思うんですよ。でむしろですね、課税の面とか合法化することによって透明化することによって堂々とできる、もしくは規制をかけてこれ以上は収入の何パーセント以上やらない方がいいですよみたいなね、総量規制みたいなことをやっていけたりとか、あとはねアンダーグラウンドの資金源をどんどんねこう、まあ、潰していくっていう形でも、ない話ではないのかなと思うんですよ。思えば昔禁酒法ってのがあってお酒を違法行為だというふうに位置づけたことがありました。現在コロナ禍でねそんなことが行われている部分もちょっとあると思いますけども、でお酒を禁じてもお酒を飲む人は減らずにお酒を売る人は地下に潜っちゃったんですよね。それによる経済損失なり、それによる治安の悪化、取り締まりが行き届かないってことを考えて、やっぱりお酒は合法化しようかねってことで合法化した結果、お酒の税金ですとかね、お酒の販売に免許を設けることによって、まあ、逆に市場規模は広がって、まあ、いわゆる健全化はされたのかなと思いますよね。もちろんアルコール中毒みたいな問題は規制をしようがしまいがどっちにしても起きていたんで、だったら法律の範囲で取り締まった方がいいのかなっていうふうになったのは無理からの話だと思うんですよ。で今回じゃあ競輪や競馬がねなんか合法ギャンブルとして認められている、でパチンコはグレーゾーンだみたいなところがある中で、じゃあ野球やサッカーが賭博になるのに抵抗がある方もいるでしょうけども、まあでもねそれが合法化されたと言って反対すると参加しなければいいんじゃないかなと思いますね。私も当然参加しませんしね、全く興味もないし、その野球そのものにも興味がないし、ギャンブルにも全く興味がないんで、やるだけ時間の無駄かなとは思っているんですが、まあでもね、やっぱり私のやってる FX とか暗号通貨、人に言わせればギャンブルみたいなもんだっていう面もありますし、そういえばそう言えなくもないかなっていうところもあります。まあ、そもそも全てをね、正当化するわけじゃないんですけども、どの学校に進学するか、どの会社に行くか、どの仕事を選ぶか、もうどんな友人関係、どんな結婚生活を送るか、どう独身生活を送るのか、すべてね、賭け事ですよね。やるかやらないか、参加するかしないか、その度合いによって未来が決まるっていう意味で言えば、どれもこれもギャンブルなのかなと思っちゃいますよね。まあでもそれを言うとね、話が進まないんで、あくまでも お金をかける必要のないものにお金をかけてしまうっていう行為はどうなのかなっていうところもあります。ただやっぱりね、ギャンブル中毒が出るかどうかっていうのは、別に今でも、アンダーグラウンドで行われている、非合法賭博に関しては非合法賭博のやっぱりね中毒っていうのいるんで、結局同じじゃないかなというところもありますよね。まあ動画概要欄に今回ね成長を続けるミクシー代表に直撃、スポーツベッティングとはみたいな感じでタイトルの動画がありますので、そちらの方をご覧いただいてね、一緒に考えていければと思います。それでは。